今回は大分の史実をもとに描かれた小説とそこに込められた思いに迫る。演奏、伝えたい日本の心。大分県は著名な作家たちの手によって多くの小説の舞台として描かれている。小説家たちを引きつける大分の魅力は景色や文化のほかに歴史がある。その証拠にここに挙げた4つの作品は大分の史実に基づき書かれている。これらはなぜ小説という形を取りながら事実をもとに描かれたのだろうか。今回はこの4つの作品をひも解き、大分の歴史と作品に込められた思いに迫る。この番組は躍進グループの提供でお送りします。躍進グループは真心を込めたサービスで明日への扉をノックするあなたの勇気を応援します。躍進音徳。父母の音徳は天よりも高く海よりも深し、伝えたい日本の心。風の章。あれは確か終戦直前だった。正確な日付は覚えていない。しかし、あのゼロだけは忘れない。悪魔のようなゼロだった。この一文から始まるのは、百田尚樹氏の著書、永遠のゼロだ。終戦から60年目の夏、特攻で死んだ祖父を調べるうちに明らかになる、知られざる祖父の人物像や、戦争の真実を描いた作品だ。この永遠のゼロの映画の撮影に用いられたゼロ戦が現在宇佐市の平和資料館に展示されている。詳しい話を豊の国宇佐市塾の平田さんに聞いた。これはね、映画の撮影に使った、永遠のゼロの撮影に使った時に一機だけ実物大のゼロ戦を作ったんですね。でそれを私たちインターネットで見てたんで、ぜひ譲ってくれということでね、撮影が終わった時点で、宇佐に譲ってもらったんです。でこれはどうしてね、宇佐が欲しかったかというと、721という数字が書いてある。これ721部隊というのはですね、神様の雷と書いて神雷部隊というんですね。この部隊は何かって言いますとね、人間爆弾の桜花、これとですね、桜花を吊るしていく一式陸上攻撃機という7人乗りのプロペラ2つある双発の爆撃機あるんですね。それとこれを護衛するゼロ戦、これが3つセットになったのを人雷部隊っていうんですね。この永遠のゼロはですね、この人雷部隊のお話なんです。だからこの部隊はですね、宇佐に最初いて、一番最初20年の3月18日ここから出撃するはずだったんですね。でそういう宇佐にゆかりの部隊なんだから、ぜひね、ゼロ戦を譲ってもらいたいということで、今ここに、ね、あるんです、はい。大川は機首部分におよそ 1.2 トンの大型爆弾を搭載しており、滑空しながら目標に体当たりさせるというまさに人間爆弾だった。そして宇佐から出撃していったこの人雷部隊の中に、小説の中で主人公の実の祖父のモデルとなった人物がいるという。主人公のね、まあおじいちゃん役になって語り部役の大石松陰だったという人がいるんですけどね、これドラマの中ではそうなってるんですけど、実はですね、宇佐の航空隊で、大石正則少尉という方がいましてね、この方は東大を出て
外交官試験も通ったような非常に優秀な人でね、でも学徒出陣で航空隊に入って、そして宇佐から最後特攻に出ることになるんです。で実際に釧路に行って一回は飛び立つんですけどね、油漏れで引っ返すんです。分隊長で自分の部下は死んだのに自分が生き残ったっていうのは非常に後悔するんですね。で次の時行く時は自分の部下にね、飛行機を取り替えてくれって頼むんです。で説得してね、取り替えて、で本人は特攻士する。取り替えてあげた方はですね、種子島に不時着して現在も鹿児島でご存命なんです。宇佐野から特攻に出た人の話を取り上げてる、それで宇佐とご縁があるというところですね。宇佐から出撃した大石少尉のエピソードは永遠のゼロの主事項になっており、この平和資料館では小説と宇佐のつながりを多く見ることができるのだ。そういう意味ではね、宇佐に非常にゆかりがある、舞台の話なんだ。だからまあ大岡のね模型もあるし、それから永遠のゼロに使ったゼロ戦もあるし、一式陸上攻撃機もね宇佐に、格納してた延滞号もあるしということで、非常にまあ多分日本で一番たくさんこの舞台の話に関する部品が残っているところだと思いますね。戦時中の宇佐を舞台に描かれた小説は他にもある。雲の墓標って言いましてね、これは阿川博之さんっていう人の作品なんですけど、阿川さん自体があのいわゆる、海軍の航空隊にいた人なんですね。そういう意味ではあの飛行機乗りじゃなかったけど実際の経験者なんですよ。でその方が、まあ、宇佐にいてですね、宇佐から最後特攻に出たその人たちをモデルにしてですね、書いてるんですけど、これはですねほとんど当時の人の日記をベースにしてるんで、もうほとんど実話なんです。で名前も登場人物も全てね本名なんです。そういう意味では宇佐の航空隊のことを一番最初に細かく紹介してもらったのはこの小説ですね。雲の墓標は特攻隊員になるべく訓練を積み出撃していく海軍予備学生の苦悩を描いた作品で、主人公が記した日記をベースに物語が進む。9月末に俺たちはここへ移動してきた。別府から汽車で1時間半ばかり、宇佐八幡宮に近い野中の航空隊だ。厄関川という妙な名の川がそばを流れている。1944年主人公たちは宇佐の海軍航空隊に転属され、この地を訪れるのだった。宇佐海軍航空隊といいましてね、当時はあの陸軍と海軍しかなかったんです。それぞれ飛行機を持ってて、でその中の海軍の方の飛行場なんですね。で昭和14年の10月1日にオープンしてる。当時はもう、中国と戦争始まってますし、アメリカと近々始まるよと、これから飛行機の時代だということで、飛行機の搭乗員の養成をするための練習の航空隊なんですね。で特に個々の特徴はですね、航空母艦に乗せる飛行機を艦上機というんですね。一番有名なのは零式艦上戦闘機、これがゼロ戦なんですね。で実際に今度は爆弾を落とすのをね爆撃機というんですね。それから魚雷を落としたりするのを攻撃機というんですよ。でこの3種類が代表なんですね。その爆撃機と攻撃機、この2種類をね日本で唯一搭乗員の養成してたのは宇佐なんです。そういう意味ではね、宇佐は非常に特徴のあるところです。宇佐からもですね154人特攻隊に行って亡くなってます。非常に多い数字なんですね。一つの基地で154人、その154人の中のですね特攻隊の人たちのことを書いたのがその雲の墓標でしてね、ここでどういう暮らしをして、そしてこの基地の様子がどうだったとか、そんなことを書いて最後いよいよ特攻隊に行ったと。特にあの予備学生といってですね、大学を出た人たちのお話なんで、やっぱり同じ大学を出た人たち、非常に教養のある人たちなんだけど、やっぱりねいよいよ追い詰められていった時に国のためにね
自分が犠牲になって死のうという人と、自分が死んでもね、これは戦局は変わらないじゃないかと思う人たちと両方ができるわけですね。でその辺の心の葛藤というのを描いた意味ではね、やっぱりこの戦争文学の中でも代表する作品の一つだと思いますね。物語は学徒動員された兵士の日常を記しているが、同輩や上官の死は淡々と描かれ、逆に食事や娯楽、情景などの描写は対比的に描かれているのが印象的だ。休みの日にね、夜間川に行って、でじっと川も出たらね、こうカニが戯れてると、でそれを見ながらね、もうすぐに自分たちも死ぬかもしれないのに、そういう風景の中に感動するとかね、ちょっと出たらこう春霞の中に宇佐は独特の山の形がしてますからね、そういうとこを見てね、ああ非常にね、なんかのんびりした風景だなというのを見たとか、そういうもうまさに感じたことが書いてあるんで、当時の宇佐の様子ももう生き生きと描かれているという意味では、まあ、もう本当にあの宇佐を紹介してもらったような感じのする小説ですね。物語終盤、主人公は友人に宛てた遺書にこう記している。雲こそ我が墓標、楽器よ悲鳴を飾れ。雲を墓標に自ら死へ向かって旅立つのだった。やっぱりですね、あの戦争のことをもう語り部の方もいなくなったし、宇佐は基本的にはね、いろんな戦争の遺構が延滞後とかそういうもの残ってますから、そういうものに歴史を語ってもらおうというんですけど、これは断片的ですからね。だけど当時の非常にリアルにね、語ってくれてるこういう小説っていうのは少ないんですよ。もう本当に日本を代表するって言ってぐらい少ないんで、もう特別ね、鬼のような人が特攻に行ったんじゃなくて、いろんなことを悩みながらね、でも時代にちょうど巡り合わせて特攻で亡くなった、そういう人たちのことも思ってもらえるとね、やっぱ戦争の悲惨さとか平和の大切さっていうのを学んでもらえる一番いい教材になると思うんですね。で小説の舞台をね、ぜひ歩いてもらいたいんです。で宇佐はまだいろいろね、そういう遺構が残ってますんで、小説を片手にその後をずっと歩いていただくとね、戦争っていうのをリアルに感じられるし、平和の大切さを逆に非常に実感できると思う。そうじゃないとですね、平和が大事だっていくら言ってもやっぱり戦争が大変だなっていうのが分からないと、あの平和の大切さって伝わってこない。そういう意味ではね、こういう小説はね、一番いい教材になると思うんですね。この機会に小説に登場する宇佐の戦争遺跡をめぐり、戦争について改めて考えてみてはいかがだろうか。躍進グループは真心を込めたサービスで、明日への扉をノックするあなたの勇気を応援します。躍進。論語白編の人とは争わずに仲良く付き合うが、自分の信念や道理に外れたことには真っ向から反対して同調しないという意味。皆がやっているからというだけでマナー違反やいじめに加担してはいけません。和の語義は人の声に合わせるということです。それぞれが手に声を出したら雑音となりますが、声を合わせることによって素晴らしい合唱となったり、ハーモニーとなって人の心を打ちます。神輿を担ぐとき、わっしょいわっしょいと掛け声を出します。これは老若男女が和して神輿を背負うという意味です。いろいろな考えの人、いろいろな性格の人との出会いがあるから人生は楽しいのです。
天正14年4月6日、3年かかりようやく完成した大阪城二の丸で関白秀吉は目を覚ました。機嫌は良かった。この一文から始まるのは、九州を代表する戦国大名の一人、大友宗麟の葛藤を描いた小説「王の挽歌」だ。宗麟といえば、現在も建徳町では大友氏遺跡の発掘調査が続けられており、昨年には遺跡や宗麟の功績について学べる南蛮文語交流館が開館するなど、今もなお大分の人々から愛されている。王の挽歌について詳しい話を大分学研究会の奈良本さんに聞いた。王の挽歌という小説そのものはですね、90年から2年間ほど小説新潮という月刊誌にですね、連載された小説なんですよね。で、実はまあこの本を遠藤周作が書くにあたってですね、実はまあちょっとエピソードがありました。当時まあ大分県の知事だった平松盛子さんがですね、 NHK の大河ドラマに、まあ郷土の偉人といえば大友宗麟なので、ぜひ大友宗麟を取り上げてほしいなと思ったらしいんですね。やっぱり大河ドラマになるには原作の本が大切だと、時代小説がいるんだよっていう話になって、遠藤周作さんに頼んだそうなんですね。王の挽歌は勇ましい戦国大名大友宗麟の姿ではなく、内面の葛藤に焦点を当て物語が進められていく。心の平安を得るために仏門に、そしてキリスト教に揺れ動く宗麟の姿が印象的な作品だ。宗麟の弱さというか、やっぱり宗麟の弱さというよりも人間の弱さだと思うんですね。まあ、そういう弱さをですね、描いてまして、その弱さというのはやはり自分はどういう人間なんだろうと自問している姿がずっと出てくるんですね。当主としての悩み、そういうのもより深くまってですね、揺れ動いているというようなことが描かれてますね。さまざまな問題に葛藤する中、宗麟は次第に宣教師フランシスコ・ザビエルに傾倒していくようになる。はじめは貿易をするために宣教師を利用しようとか、キリスト教を利用しようと思ってたんですけれども、ザビエルの姿に痛く感動してですね、彼はどういう人間なんだと、観覧神句の中でですね、あの神の教えを皆さんに広める、本当に人のためにですね、あれだけの苦行というか苦難を乗り越えられる人間がいるっていうことを知ってですね、衝撃を受けるんですね。それと引き換え自分はどうなんだということでですね、それがずっと最後までつながっていきます。何よりも宗麟が心の中でずっと慕ってたフランシスコ・ザビエルと会ったのが実はここなんですね。ザビエルは宗麟に招かれこの地を訪れている。現在南蛮文語交流館では宗麟が初めてザビエルと面会した建物などを復元図として見ることができ、二人の運命的な出会いに思いを馳せることができるのだ。まあ、ここはですね、大友家の政治経済文化の中心地だったんですね。しかもここが海外に向けて開かれてました。で、単なる大友氏の館があっただけではなくてですね、キリスト教の文化を日本に伝えた拠点でもあったんですね。戦国時代にこれだけの屋敷を持ってた、全国見ても類がないところなんですね。で、それは当然財力もいります、力もいります、それと文化的な素養もいります。そういったものがですね、この地にあったということをですね、まず知ってもらいたいなと思いますね。小説の舞台となったこの地には、大友宗麟、そして文語の国大分の歴史がしっかりと刻まれているのだ。最後の小説の舞台は大分市にある高崎山自然動物園。
野生のニホンザルを間近で観察することができる日本でも有数の自然動物園だ。日野市のただいまゼロ匹はこの地を舞台に実在するある人物のエピソードを描いている。主人公は、当時の大分市長上田保さんをモデルにしています。小説の中ではですね、園部久一郎という名前でですね、市長が出てくるんですけどね、園部市長がですね、この高崎山というものがもともと野生の猿がたくさんいてですね、やっぱり餌がなくなると、麓に降りてきてですね、畑を荒らしたりとか果物を取ったりとかしてるんで、やっぱりここに住んでる住民の方も困ったりしてたんですね。それについてなんとかこれを解決すると同時にですね、大分市にはこれといって、よそに自慢できる観光施設がなかったんで、もし自然の野生の猿がですね、根付かせることができれば自然動物園になるだろう、そうするとお客さんがたくさん来るんじゃないかなということを考えたんですね。ただいまゼロ匹は上田氏が実際に行った政策をベースに描かれており、高崎山に生息する野生の猿たちをなんとか新たな観光資源に生かせないかと、さまざまな方法で奮闘する市長の様子が描かれている。リンゴをまいたんですよ、餌として。そのリンゴを目指して猿が寄ってくるんじゃないかな、ところがなかなか寄ってこないんですね。で、それに対して市民の皆さんから、当時はまだ、食べ物もない、戦後すぐの時期ですよね、食料事情も悪い、猿においしいリンゴ食べさせるぐらいなら市民にリンゴを配るべきじゃないかという声が上がったんですね。それに対して園部市長が言ったのは、猿は直接税には持ってくることはないけれども、猿が寄ってきて、それこが自然公園になってみんながその猿を見に来るようになれば、そこに入場料を取ればですね、まさに猿のおかげで収入が入る、結果としては猿が市民税を払うのと一緒じゃないかなという話をするんですね。ということで、猿を寄せるために努力します。ホラガイを吹くんですよ。ホラガイ吹いたら来るんじゃないかな。でもなかなかホラガイすぐ吹いてもですね、すぐ寄ってきません。リンゴを置いてもなかなか食べてくれない。それじゃあ皮を剥いたらいいのかなと、いろんなことをするけどダメなんですね。さつまいもを餌として置くんですけれども、ただそれを持って帰るだけなんですね。猿がまた持って山に、そして最終的にはサイの目に切るんですね。そうすると猿がだんだんそこに集まってきて、餌を食べるようになって長くここにいるようになったと、まあそういうことで、猿に、結果としてですね、入場料が増えて、まさに市長の言ったように猿が、市民税を払ったというような形になったわけですね。現在では全国的にも有名な高崎山の誕生秘話として描かれたこの小説の主人公に現役の市長がモチーフとなったのはとても珍しいという。小説になった時には上田市長が3選目になった、3回目の当選を決めた後のですね。ということはまだ現職の市長なんです。現職の市長をモデルにしてですね、小説ができたということは珍しいと思いますし、もちろんこの高崎山の猿を寄せて観光資源にしたという業績も去りながら、その他にもたくさん優れた業績を残したということでですね、アイデア市長とも呼ばれてまして、非常にユニークな市長だったようですね。だからこそ主人公として選ばれたんだと思います。もともと上田市長がですね、ここに猿を寄せようと考え始めて、ホラガイを吹いたりいろんな餌を試したりして、もうすでに65年ぐらい経ってるんですね。今では大分市の誇る、一大観光スポットになってますし、国の内外からですね、多くのお客さんも来てくれてます。
で特にあの高崎山の猿をめぐってはですね、人気投与があったりですね、数年前に赤ちゃん猿の名前をどうするかということで全国的にも知られたりしました。やっぱりあのそういうことができたというのは彼の先見の明もあったでしょうし、まあ、それをやっぱりやり遂げていった、またあのそれに協力していった市民の方も大勢いたと思うんで、まあ、それによって高崎山自然公園がですね素晴らしくなってるし、多くのお客さんが来てるというのは、今もちろん上田市長はこのようにいませんけれども、天国からうふんと笑ってるんじゃないでしょうか。大分の一大観光地の誕生に携わった人々の思いを読み解くことで、今までとは違った高崎山を感じられるかもしれない。さて、皆さんもこの機会にこれらの小説をひも解き、後世に伝えるべき大分の歴史を感じてみてはいかがだろうか。躍進グループは真心を込めたサービスで明日への扉をノックするあなたの勇気を応援します。躍進御徳。父母の御徳は天よりも高く海よりも深し、伝えたい日本の心、風の章。今回は番組をご覧の皆様にご覧の書籍を抽選で5名の方にプレゼントいたします。宛先は風の章本館まで、ふるってご応募ください。